広域はゼルダ新作買うのってなかったんですけど、もう買いました。で、あのダウンロードが終わってるのであの、配信が終わったらやろうかなと思ってます。ただ、きっと今回のゼルダも僕はクリアできないんだろうなと思ってますあの。秋っぽいのと、4ゲームをなんか、同じシーンがこう、なんか要はパズル的な同じことを繰り返すっていうのが僕、僕、あんま得意じゃないので、なので、なんか、それでこう,うまくいかなくてあの、めんどくさくなってやめちゃうっていう、こういうパターンになるんじゃないかなと思ってますけども。 あれゼルダってゲーム実況していいんだっけいいのかニンテンドーだからできるかあ、そうか。あ、できるんだ、ゲーム実況。で、なんか、あの、その、コメントで、ゼルダのゲーム実況してって書いてあったので、ね、あの、ゼルダのゲーム実況していいんだっけっていうのをふと考えたんですけど、あの、一応、その、でき、そうそう、あの、ヒーオヤさんとか僕とかできるんですよね。 ヒゲオヤさんとか僕とか、あとはあの、ウームの所属の人はできるはず。あの、任天堂にお金を払ってる MCN に所属してる人はできるはずなので、で、そうじゃない人って、実はあの、任天堂にブロックされる可能性があるんですよね。一応その、あの、任天堂がその許可してお金を払ってるチャンネルしか、任天堂のゲームはゲーム実況してはいけませんよっていうルールになってるんですよ。あの、4、5年前とかに、 なんかあの、任天堂のゲーム実況をする人はここでお金を払ってくださいっていうのをやったら、世界中からパッシングが来てあの、そのシステムやめますすとなったんですけど、結果としてその、あの、承認してる、あの、MCN 経由だったら OK みたいな感じになったっていう。あれ、今でも任天堂の MCN 入ればできるっていう道もあったかなあ、まあそこら辺なんかあの、ちょっと何年か前なんでわかんないですけど、 なので、任天堂にお金を払うか、そのウームだったり、そのヒゲさんがやってるガジェツだったりに入らないと、一応任天堂ゲームはゲーム実況できないというルールになったらはずです。確か、カプコンもそうじゃなかったっけ違ったなんかそこら辺ちょっと、あの、あい曖昧です。すいません。はい。よ力,力僕そんなに良くないので。今更ながらゼルダの伝説にハマってます。これ面白いですね。ひろきさんがやったことありますか、えー、一応やったんですけど、僕途中で飽きちゃったんですよね。 あのなんかあのボールをそのなんか迷路の中でこう転がしてあのなんかあのゴールさせるみたいなやつが思い通りにいかなくてすげえストレス溜まってあこれもうストレス溜まるからやってるだけで嫌になるわって言ってやめたんですよねあの思い通りに動かないものをやり続けるとその嫌な気持ちになるのではいすいません